皆さん、こんばんは、マーティン、ダンの脈ボイキングトです。今日は島田屋の歴史を勉強します。おちめんは島田屋。昭和6年、愛知県名古屋市で創業したそうです。島田屋商店として。茹で麺が製造始まったのが昭和25年。長いですね。栄養玉うどんを発売したのは日本初で、昭和26年。28年、東京に移転。30年に島田屋本店に閉校。31年は麺つゆ美味しい販売。35年、まあ、工場の製造装置開発。昭島市の包装麺が完成したのは昭和38年。昭和40年にスタミナうどんを発表。昭和47年はもちもちうどんを発表。昭和53年はクリーン&コールドシステム実現。昭和54年は冷凍麺発売。昭和61年は恵比寿ラーメン発売。昭和63年はまあ、流水麺、長持ち麺発売。平成元年が新打ちうどん。太めの焼きそば、鉄板麺が発売したのは平成3年。7年は中華焼きビーフン発売。平成9年は島田屋株式会社に変更。島田屋独自のハセップ導入したのは平成10年。私が生まれた時です。うどんミニダブル発売したのは平成14年。冷凍ですね。15年 CI を導入。平成22年食塩を使用しない純麺が完成。平成23年が80周年。2021年創業90周年。島田屋は2つの縁。まあ、心のコミュニケーション。作る喜び、食べる喜び、お客様の笑顔を表現。やはり、おちめんは島田屋。以上です。バイバイ。